明治安田生命 J3 リーグ藤枝 MFC VS ロアッソ熊本藤枝総合運動公園サッカー場からお送りしてまいります。今フォーメーションご覧いただいておりますけれども、ゴールキーパー杉本拓也、3バックが藤枝、川島、秋元、秋山、そして、ここのところこの位置に定着してきています、中盤の底アンカー15番の姫野、右に22番の久留美、左に安藤が7月25日以来の復帰です。そして片岡と枝村、2トップに吉良と大石嗣俊、こちらは4バックです。右サイドバック黒木、センターバックに小笠原と姿、そして左サイドバックに石川、アンカーの位置に川原、そして10番の伊藤ベテラン、そして上村、この熊本7年目、3トップの位置に右から中原、高橋俊樹、そして谷口と入っています。中央へ、まあ、ここは藤枝ちょっと助かりました。またしかし熊本の攻撃、おっと杉本ファインプレー、非常に際どいところでした。さん、中原のシュートでしたかね、非常に際どいところでした。伊藤ですかね、伊藤俊が言っていましたか、10番、ゴール前のそのニアサイドに非常に選手が密集した状態になっています。今、あっと決まった、いやー今はちょっとアディショナルタイムを見ていて私も油断したんですけれども、ちょっと隙を突かれたかっていう感じなんですが、この中原の左足本当にいいなと思ったんですが、一旦跳ね返した後左足のアウトで押し込むような感じだったんでしょうか。川原のゴール、はい、6番の川原のゴールでした。スペースをついてきて新人の高橋なんですが、あっとこれはファウルの後ちょっと、うーん、カード出ますね。あ、レッドですか、高橋俊樹レッドです。あ、これはクオンとっては痛い。いや、このベテラン秋元の、プレーに対して最後足蹴りましたからね、この報復はいけません。高橋、こぼれたボール、もう一度藤枝後ろからシュート打った、ポスト向こう側、うわー、姫野ですかね。なんとかキープした、そして切り返してクロスを入れてくる、ここでどうシュート打った、正面、左足のシュート、いいタイミングでミートもさせましたけれども、あー、9番の大石嗣俊、ヘディングシュート、またクロスバー、折り返した、もう一度ヘディング、こぼれた、外からシュートを打つ、弾いた、最後ワンタッチやって入った、ゴール。あー、今こぼれたボール、またそのクロスバーに当たってという感じだったんで、これですよね、もう一度こぼれて、この右足で最後触った選手がいたわけですね。最後右足でアウトでプッシュするような形になりましたけれども、一旦戻してナスカワンタッチで入れてくる、ニアでチャンスシュート、いけるか、シュート打った、いやー、非常に際どいところ、矢沢達也、今枝村と交代したばかりの矢沢が、シュートを打ちましたけれども、阻まれました。片岡右はたく、川島伸幸、クロスが入ってくる、ヘディングシュート、こぼれた、もう一度シュート、弾いた、あー、惜しい場面でしたけれども、よく弾きました熊本。こぼれた、ボールだ、チャンス、シュート打った、キーパーを追った、もう一度シュート打った、これは枠を捉えられない、最後は久留美でした。
残り時間、まあ、アディショナルタイムは4分ありましたんで、クロス入ってくる、こぼれた、クリアする、さあこの浅川か、ポイントゲット、浅川のシュート決まった、ゴール。まさにこれは、いやまだ時間が3分以上ありますんでね、藤枝も最後までやらなければいけません。それにしましてもこの浅川のゴールセンスというのは、前節のその途中交代からの2ゴールといい、今日のこのシュート、あータイムアップの笛です。2対1、熊本が見事勝ち越しに最後成功しました。大ピンチをしのいで、さらに勝利するという形で勝ち点を積み重ねました。